鳩国際空港は、オランダ王国の構成国キュラソーのウィレムスタッド近郊、鳩村にある国際空港である。正式には、キュラソー国際空港と呼ばれる。カリブ海沿岸にある空港では2番目に長い滑走路を持つ。1920年代、かつてプランテーションがあった場所に建設された。当時、所在地の鳩村をとって鳩空港と呼ばれた。 ハト空港は1934年12月に実施された KLM オランダ航空の初となる大西洋横断の目的地の一つに選ばれた。改造されたフォッカー社の F-17 は12月19日にカーボベルデを出発し20日にスリナムに到着し横断に成功した。一行はその後ベネズエラのラグアイラを経由し22日に ハト空港に到着した。到着時は、島民数千人が集まって、一行を歓迎し、キュラソー知事は女王に代わって乗務員に、騎士団賞を授与した。翌日、一行は、最終目的地のアルバへ到着し、全工程が終了した。1935年1月19日に、KLM オランダ航空がキュラソーとアルバを結ぶ、路線に就航。 その後、ハと空港は、ハブ空港として、カリブ海の島々、大陸沿岸部を結んだ。1941年の真珠湾攻撃によって、アメリカ合衆国が参戦し、戦火の拡大によって、カリブ海の船舶航行が危険視されるようになると、さらに航空サービスが重要視されるようになった。KLM オランダ航空は1943年8月に、 キュラソーマイアミ間に就航し、パンアメリカン航空の全米ネットワークに接続することで、戦争期の航空輸送に寄与した。1954年1月5日、KLM オランダ航空の創設者にして、オランダの航空の父と呼ばれるアルベルト・プレスマンに敬意を示し、ドクター・アルベルト・プレスマン国際空港へ改称。その後しばらくして、 キュラソー国際空港へ改称している。2006年に新しいターミナルがオープンし、1600万人の利用者数を記録した。a b c 1 0 0 y a r s k l m c p o s t i n t e r n a t i o n a l c o m 2 0 2 1年6月24日閲覧ヒストリーキュラソンエアポートパートナーズ2021年6月24日 閲覧フリード・オッジル・ KLM ・ S Trans ・ファースト・トランス・アトランティック・フライト KLM ・オランダ航空ブログ2021年6月24日閲覧フリード・オッジル・ KLM ・ S Trans Part 2・ファースト・トランス・アトランティック・フライトパート 2KLM ・オランダ航空ブログ2021年6月24日閲覧フリード・オッジル・フロム・スナイプ・ツ・アルム The History of KLM S West Indian Operation KLM オランダ航空2021年6月24日閲覧ありがとうございます